でしょ、大変だったんですよ。え、何ですかこれ、オープニング名古屋キャーキャーって言ってますよ。今からとこの試合を見ることができる君たちはラッキーだぜ。なぜかってそれは男色ダンディーの子キャーイノセシユーフのフェロモン初上陸を見ることができるからな。あの今そもそもキャーってなかなか言えない。今から入場するがですからね、直視しなくてもいいね。なぜならあまりにものペロモンにぶっ倒れちゃうからな。一体一石翔太さあこれからこの舞妓場を全国でやっていくんでしょうか。全国でやるんですか。名古屋でもかなりもう三四郎アントニオ・ホンダがじれておりますが、長いよってなってましたからね。いやだから仙台でも相当だったらしいじゃないですか。相当だったという、はい、噂だけは聞いております。でこの名古屋でもそっから出てきた大概なものになると思うので、大社長としては事故が起きる前に止めておきたいという、あ、なるほど、それで自ら思いがあったんですかね。おー、ダンディーですよ、ダンディー。確かにダンディーだし、セクシーではある感じ。バスローブ着てますよ。なかなかないですね。ピンクとブルーのバスローブ。ディーノさん、バスローブの、ベルトっていうんですか、あれ、ずいぶん上ですね。あそこがこだわりでしょうね。めちゃめちゃ上目にベルトが着てます。わがままボディのお腹のあたりの上に。なるほど。むっちりしたお腹の上に、この、はい、このベルトというか紐、はい、巻いて下腹部のぽっちゃり具合を、あ、なるほど、お腹のぽっちゃり具合を強調していくというディーノのセクシーテクニックです。これでもこの2人で入場するときにはイーノ選手の曲なんですね。まあどちらかといえば、どちらかといえばというか、あ、まだあれ、あ、ちょっと待ってください、うちの技術さんですか。非接触型、非接触型ですね。非接触型セクシーですか、これは。仕事の時間だ、すまなかったな、セクシーすぎてすまなかったな。はい、あれアシスタントさんですよね、カメラの。そうですね、ディーノは今我慢してるじゃないですか。我慢してる。ディーノは接触型のハンターじゃないですか。はい、イーノ勇気は非接触型で、今さに今の時代にマッチしてるわけですね。なるほど、非接触で相手をうっとりさせることができる、虜にしてしまうという。はは、なるほど、ソーシャルディスタンスに対応したセクシーなんですね。まあ結果論として触れずとも相手を焦点させることができると。いやだからフェロモンですからね。なるほど、はい、このディーノがやっぱりなんかイーノの開いてはいけない扉、開花させてはいけない才能を導いてしまったのかもしれません。そうですね、出したがってた感はありましたけどね。まあありました。はい、いい匂いのする何か、ヌルヌルするものではない。もうだって十分出てるでしょう。いらないですよ、もう体が出てるから。俺たちにも試させろや、そんなダメダメダメだろうな、ダメダメ、うるさいうるさい、くそー、リング上臭い。アントニオ・ホンダがかなりフェロモンズにジェラシーを燃やしています。神聖なリングの上に何やってんだお前、何ディオールぶちかましてんだ。俺ディオールなんだ、いいですね。お前らよ、ほんとにアスロディオスの方がいいんだよ。そうっすよね、汗の方がフェロモンですよ。アスロはフェロモンだよ、ほんとフェロモンですよ。何だよ、ほんと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 だよ
大社長のムームもどうかと思いますけどね。はい、握手しねえよ、こんなやつじゃ握手なんかするか、しないよ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 、セクシー、オッケー、オッケー、オッケー、セクシー、大丈夫だよ、ほらほら、セクシーだよ、なんでも変えんのな、セクシーだよ、どっちか見とこう、ほら優雅のかい、目が優だ、お前まあ一応社長だぞこの野郎お前。素で返してますよ社長だぞって。いいの。そんな返しありますか。ああいいよいいよ。本当顔が一瞬マジになりましたね。顔が素ですよね。本当あれとこ怖いですよね高木さん。社長リング上は社長だろうが何だろうが戦っていいのがプロレスなのにあそこで社長だぞってびっくりしましたよ。あどうしました。まあでもね言ってみれば。俺は社長だぞっていうのは三四郎にしてみればかなり上位に当たる武器なんですよ。あなるほど。いきなりもそんな上位の武器抜いちゃった。そう、それを抜いたってことはかなりこの E のセクシー勇気を脅威に思ってるということかもしれません。何感じてんだよお前、どこがどう感じてんだお前。さあ人生経験豊富な高木三四郎、こんな E のセクシー勇気のような相手を何度かなく見てきていることでしょう。そうですか。そうですかね。新宿御苑で働く社長ですから。あなるほどなるほど、はい、ただまあリング上で会いたりすることはなかなかね。あまあリング上、いやだやっぱ高木さんの戦いはリング上にとどまりませんからね。何しようとしてるんですか。リングインが、あ普通でした、はい、さあで、ね、D のがね、そうなんですよ、 D のがこれダンディーらしいんですよ。なるほど、セクシーではなくダンディー。ディーノさんはこれまでとは何か変わってるんですか。あえいろいろありすぎて油断してましたよ。本田さんのこと忘れてました。ここはスナップスープレックスから仕掛けが早いぞナイトメア。こういうのはあるんですね。今のところ何も変わってませんね。なるほどなるほど。どうした。おふくろさん、ハスキーボイスになってしまいました。エリモの、どうしました。エリモの春、うわバツがダメだ。膝打ちました。森進一が乗り移ったぐらい苦しい。あ苦しいんですね。エリモのタイム乗り移ってますよ。ナイトメアによって新しいタイム時刻付き。フェルマさんに気を取られてましたけど、本田さんも何かこうバージョンアップしてますね。エースカットで男色ディーノの動きを止めることに成功した。お腹にタイムアタック。おタイムアタック、今タイムアタックって言うんですね。なるほど、メモっときます。タイムアタック、タイムアタックです。そうです、村田さんの実況ノートの新たな技。俺もやるよ。タイムタッチ。タイムタッチ。やりたいだけ。やりたいだけですよ大社長。タイムタッチ。なるほど。タイムタッチ。タイムタッチ。ずいぶんなTですねそれ。タイムチョップ。タイムチョップ。タイムチョップ。ああこれ気に入っちゃった。気に入っちゃった大社長が。タイムチョップ。3回やりましたね。こういうとこあります大社長ね。どうしました。さ触られ た, 触られ た, 触られた。今触ることによってフォールを回避した男色ディーノです。社長の全部触ってたのお前。そういえばこの2人はあれですね、来週の 9.12 福岡ではオーストラリアトリオで吉彦メカマミポコタンというですね、そうでした、 DDT が誇る三大アイコンとの激突がありますので、あそういう意味ではこの今日タッグ試し切りは良かったかもしれませんね。そうですね、まあ、そういう意味では大社長も後に本田さん何やってんですか。タイマンクルロックだって。タイマンクルロック気に入っちゃったみたいです。恐ろしいですね、フェロモンズのキャラクターを消しに来てますよ。タイムタッチ、そうですねフェロモンズにしてみれば来週のタイトルマッチに向けて勢いを捨てたかったところですが、あまりにもこのアントン高木三四郎組が悪が強すぎます。いや大人げないところですよ。距離はもう遠い。やったこんなに近いのにもう帰れない2人、帰れない2人。今度は何
が乗り移ってるんですか。帰れない、二人を残して。陽水だ、ほら井上陽水さんだそうです。古すぎて分かんねえだろうが陽水よ、お前ら。陽水だ、ほら陽水だ、ほら。今度は陽水が気に入ったみたいです。おい自由すぎます。すごいですね、売り出そうとしてるこのタックの勢いを全部消しにかかってますよ。さあ完全にこの名古屋国際会場イベントホール空気を難色スクリュー、そしてついに E のセクシー勇気が解き放たれる。アントン・アヤウシ、ことごとくガードされている。中野高木三四郎、強引に割って入ってセクシーを粉砕するか。ああ、ぶち破られた。セクシーのフェロマンに気を取られている。スイナリアットをもらう。なんかこうセクシーはどうなんですか、好きだらけな気がするんですけど、いけないもんですかね。いや、だから我々は今この安全地帯から見てるからいいんですよ。なるほど、これ近くにいたらもうフェロモンでやられちゃうんですよ。私たち今日たまたま東京ですけれど、これ名古屋にいたらやられてましたね。やられてました。危なかった。あ、そしてこの恐怖の 8.29、 仙台でも猛威を振るった。もう逃げたくても逃げられない。これ接触型じゃないですか。もうちょっとごめんなさい、よく聞こえません。もうちょっと思い切って言ってほしい。セクシーエルボー、バカじゃないですね、もう。おう、おお、いいですね。バイセックスにキスをして、ああ、だから避けられてしまいました。これ避けられてしまうのは変わらないんですね。ですね、バカであろうがケロモであろうが変わらないと。あ、好き、ここはまた好きがありますよ。好きがあるはず。ドラゴンリングイン、破れたり、いや破れてない。クライムクロスチョップ。さあここでいろいろ将来的に問題を起こしそうなタッグチームの勢いを止めることができるか。大社長、 DDT プロレスの、そしてサイバーファイトの未来がかかっています。グラインドしてる、グラインド、セクシーバックフリップ。追い込まれた高木三四郎。考えてみたら今大社長フル参戦してるわけではないので、よほどのところもないと出てこないわけじゃないですか。限定参戦、はい、これはよほどのことということですよね。いや緊急事態だと思いますよ、何かダブル。ダンディゲイ、ダンディゲイ、ダンディ何ですかそれは。その辺はやるんですね。そうですね、ダンショクディーノがセンター地獄。あー、ここでちょっと、あー、ちょっと待った。まあ、すごい、マイクを要求して。ありがとう、石田、今日の名前覚えた、これまで覚えた、石田。おっそ、ちょっと戦ってる選手のみんな、ごめん、俺ちょっと今膝やっちゃってる。もうあれだ、再起不能、再起が不能、だからちょっと没収試合でも没収する前に、俺実は昨日徹夜で昔話考えてきたんだけど、ちょっと君聞いてもらっていいかな。創作昔話今月ね。いやー、今日はせっかく名古屋にやってきたんだから、名物でも食べたいな。よし、あんかけスパゲッティ、有名なやつ、あんかけスパゲッティ食べに行こう。トコ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 、コンコン、すいません、あんかけスパゲッティ屋さんですか。ガラ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 ハロー、そうだがや、うちがあんかけスパゲッティだがや。じゃあ作るよ、まずはスパゲッティ茹でるだがや。グツグツ茹でたて、アルデンテ。じゃあ行くよ、ポロン、プル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 、ゴロリンゴロン。よし
茹でたてのスパゲッティに、よいしょ、熱っ。おじさん、それあんかけスパゲッティじゃないでしょ、それ。あんかけスパゲッティじゃなくて、チンのせスパゲッティでしょ。チンのせスパゲッティ。チンのせ。あバカな。話を聞き惚れて、油断したな。いいか。お前にはな、ただの狐じゃ終わらねえよ。特別な狐をご馳走してやろう。行くぜ、音響室。あー、注入されて。これ今電気が流れてますね。アナルギツネ完成。さすがのセクシーもこれ。まずいことになった。お、なんだ？え、どこから手が？なんだお前。なんでそんなもん出すんだ。なんで乳首を出すんだ。お前自らやめろ。しびれるぞ。何かが注入された。何かが注入。いや、違う。アナルギツネが注入されて、それが力こぶとなったセクシーが、フェロモンが充填されていく。さらなるパワーアップとなった E のセクシー勇気。意味がわからない。もうこれは攻撃するしかないですよ。バイオニーか。バイオニックエルボーのリズムが狂わされた。よし、オーケー、ダンディ、イエス、最大の技で葬ってやろう。え、まだあるんですか。地球の力を。オーケー、負けたまー。レッツゴー。オーケー、オーケー。何ですかそのアンダー。どうなってんですか。何か嫌な予感がしているのか、カメラマンさんが向こうに回り込みませんね。今の角度からしかお送りできないんじゃないですかね。やめた方が良かったでしょうね。どうなってるか分かんないですけど、分かんないままの方がいいことはありますね。イーノが何か指示を出した。それに対してイーノが、あー、こうなってんだ。こうなってリバースヒップドロップ。高木三四郎、フェロモンズを止められず。いや、これ名古屋静まり返ってましたよ。